皆さんこんばんは。皆さん、消毒液使ってますか？消毒液がですね、よく見るとですね、アルコールが効くとか、あとは何ですか、他に効くものいろいろあると思うんですけど、僕はですね、アルコールじゃなくてですね、美容室の国家試験で使うですね、エタノールをお勧めしますね。エタノールの濃度によって違うらしいんですよ、どうやら。で、そのエタノールの濃度も70パーとか70パー、80パーとかいろいろあるんですけれども、どれがわからないので、やりすぎて手が荒れるのが一番怖いんで、皆さんほどほどにしてくださいねっていう今日話でした。終わり。5、4、3、2、1、チャンネル。